はい、じゃあ一番端、あと右側の方もすいません、お願いいたします。よろしいでしょうか。先ほどご紹介の時もジャニーさんのお話があったので、まあ、今年の日本の芸能界の中で一番大きな話だったジャニーさんについて一つ質問をさせていただきたいんですけれども、まあ、そのジャニーさんのそのスキャンダル、まあ、その何百人も子どもを巻き込むようなスキャンダルが報道された時に、その時驚きなどというものはありましたでしょうか。まあ芸能界っていうか、まあ、ジャニーズのタレントとかそういう人たちと仕事は何十年もやってるんで、そういうことはまあいろいろ噂を聞くし、まあいろんな人からそれはよくあったことだというふうに聞くけれども、自分たちにとってはそういう世界に行ったらそれは当然あるだろうなとしか、まあ、その当時考えてなくて、最近になってそういう問題がすごい世界中大きな問題になるっていうのは時代の流れかなと思うし、昔の日本の芸能界、海外の芸能界はよくわからないけども、日本の芸能界というのはほとんど昔は日本で猿回しっていうのはありましたけども、あと悪いことをするとお前はサーカスに売っちゃうぞなんていう変な脅し文句があって、サーカスの人たちには随分ひどい目に遭わしたことをおふくろたちが言ったっていうこともあるし、芸能の仕事というのはそういう、まあ、奴隷ではないけれども商品として人間を扱って、それを見せ物としてお金を稼ぐという商売が芸能界だっていう昔ながらの慣習というか習慣というのが残っているんで、自分たちもお笑いの世界に入って働いた10分の1ももらえない時代があったんで、それはまあ日本の芸能界は最近は良くなったけど昔からひどいもんだとは思ってましたけど。BBC トルコ、そしてこちらの協会のバイスプレゼントを務めますイルギンと申します。まず新作おめでとうございます。先ほど日本の芸能界についてお話が出ましたが、最近報道された悲しい事件について伺いしたいと思います。一人の若い宝塚の女優さんが最近過労またいじめという問題で自殺されたということが報道されています。もちろん詳細はまだ報道もされていなくいないんですけれども、日本の芸能界の一般的な競争ですとか、その若い人たちに対するその今の日本の芸能界の在り方についてのコメントをお願いできますでしょうか。まあいろいろ日本の芸能界も、まあ、戦後は在日米軍のためにまあタレントを出して歌を聴かせたりなんかするような芸能プロダクションが戦後始まってからしばらくは続いたんですが、お笑いの方は漫才という形で弟子を取るというか、まあ屋号っていうのはあるんだけども、青空とかいろいろ屋号がつくところの、なんだろう、門下というか師匠を見つけてその弟子になるという、それでその師匠のためにいろいろ芸を教わるためにいろいろ仕事をしたり雑席をするんですが、落語も同じような世界で、いまだに落語はそうだと思うんですが、ある時期からその学校を作るようになって、師匠と弟子という関係ではなくて生徒としてお金払って芸を習うという風潮が出てきて、宝塚みたいな
相変わらず独立して完全に自分たちの世界を守ってる世界とは違う、あのパワハラというのは少しはあるけれども前ほどひどくはない。だけども片っぽで古典芸能、まあ宝塚は古典とは言わないんだろうけども、そういうとこには相変わらず作法とか、礼儀やなんかに非常にうるさかったり、あとは自分がいい役をもらうもらえないとか、あその競争の中でのプレッシャーとかいろいろまだいっぱい残ってる組織もいっぱいあるんですが、今の日本はその入れ替え時というか、そういうのがそろそろなくなりかけて新しい形のエンターテインメントの世界ができつつあるという。ただ映画はすごい助監督と監督の関係とか、照明技師と下の関係は相変わらず徒弟制度みたいな感じで怒ったり怒鳴ったりなんかしてる世界があるけれども、もう一方ネットと SNS の世界がこれほどまで大きくなってくると、とにかくソフトが足りなくて、そういう助監督とかそういう人たちの仕事がもう増えて、人が足りなくなってきたら、そういうパワハラとか起こったりなんかすることでみんな辞めていってしまうんで、そういう面では映画の世界ではややなくなってきた、映画とかテレビの世界ではなくなってきたと思いますが、ある分野ではまだ、ちゃんと残ってるというか、相変わらずそういう先輩後輩の関係においての無理難題とか、そういうのは芸能界だけではなくて大学とか高校の運動部の中にも必ず出てくる問題で、日本は特にそれは激しいんではないかと思うんだけど。